まあ、規制措置が取られているという状況があります。まあ、例えば、まあ、一部食品について輸入停止ということで、まあ、韓国とか中国とかブルネイとかですね、それから、日本のこのすべての食品について証明書をつけなさいと、こういう、国もたくさんあります。まあ、こういう状況を考えていたときにですね、今後この外国の規制措置について、まあ、どのように対応していくのか、やはり輸出をこれから促進していくとなると、ここの課題もクリアしなきゃいけないとこう思っておりますが、その対応についてお伺いしたいと思います。林農林水産大臣。稲田先生おっしゃっていただいたように、この原発事故の直後ですね、多くの国と地域で、我が国の農林水産物食品に対する輸入規制が行われました。でこれに対してですね、このずっと粘り強くその日本産品に対するこの放射性物質に関する輸入規制を行っている各国に対してですね、国内でモニタリングをして、まあ、その結果等の科学データ、科学的なデータをまあ提供して、そしてこの輸入規制の緩和撤廃、これを求めてまあ来たわけで、ございまして、稲津委員にも一緒になってこれ取り組んでいただいたわけでございますが、まあ、その結果ですね、マレーシア、ベトナム、オーストラリアなど13カ国は輸入規制を、まあ、完全に撤廃をしていただきました。それからシンガポール、ロシアなどは放射性物質検査証明書の添付、これをまあ条件にはしておりますが、一部地域からの食品等の輸入禁止措置を解除すると、まあ、こういうふうに、輸入規制が緩和されてきております。で一方でですね、我が国の主要な輸出先である香港、台湾、中国等においてはですね、いまだに我が国の一部地域や品目について輸入が停止されているという状況でございます。でこれはなかなか手品のようなことはございませんので、科学的データに基づいてそれぞれの各国地域にですね、働きかけを行って、この先ほど申し上げた他の国のようにですね、撤廃をしてもらうように働きかけを強めて、結果として輸出の拡大につながるように努力を続けてまいりたいと、こういうふうに思っております。稲津君。はい、ありがとうございました。もう一つ合わせて中国の検疫の輸入規制についてもお伺いしようと思ったんですけれども、ちょっとこれは時間の関係上割愛をさせていただきたいと思っております。まあ、それで今この農林水産業地域の活力創造プランを着実に実行していく、その